企業サロンから名乗りを上げた5人のカリスマ経営者。そんな彼らに企業サロンメンバーが自身の事業をプレゼンし、出資を目指す。辻啓太、企業サロン的マネーの虎企画。今回の候補者は、野崎雅美と申します。35歳です。今回の出資希望金額は5000万円です。今日皆様に聞いていただきたいお話は、綺麗はホテルの文化を変えるというお話です。福岡を皮切りに全国に美容ホテルを作ります。候補者7、野崎雅美。全国に美容ホテルを作りたい。希望金額5000万円。実は野崎さん、すでに宿泊業で成功を果たしている立派な経営者。そんな彼女でも今回は虎たちに出資をお願いしたいという。果たしてその訳とは。しかし、そもそも彼女が目指す美容ホテルとは一体どんなホテルなのか。よくこういう立派なホテルというか高級ホテルですね、高級ホテルの中にエステってあると思うんですけど、あれってホテルにあるエステなんですよ。私が求めてるのはエステにホテルがくっついてるか、福岡市内の人から見た目線であってほしいんですね。エステ、松江区、ネイル、脱毛、美容室、ジム、ホワイトニング、仕事をしながらこれだけのタスクをこなすのは至難の業です。ではホテルではなく美容のビルを作って美容を集結させればいいじゃないかと思いになるかもしれませんが、1日かけてもこれだけの美容は到底終わりません。とにかく時間が足りません。どれも 2,3 時間の所要時間かかるからです。仕事をしているので平日は夜しか体が開かないし、じゃあ週末に行こうと思っても予約が取りづらく、前もって予約をしていないとスムーズに行うことは不可能です。だから美容ホテルが必要なんです。そう、美容ホテルとは予約が取りづらかったり1回の所要時間がかかったりする美容サービスを一つのホテル内に集約し、宿泊と合わせることで効率よく美容サービスを提供できるという施設。しかもホテルと美容サービスを合体させることで勝算があると野崎さんは言います。あえて毎日の日常に入り込みます。平日に勝負をするということです。私たちの宿泊業はもちろん、美容業界の皆様も朝のお時間、平日、夜の9時以降、集客の難しいお時間帯ではないでしょうか。家は拠点だから難しいだけで、ホテルと美容がタッグを組めばそのお時間帯がゴールデンタイムになります。具体的には美容フロアを設けテナント貸しをいたします。基本はホテルに泊まらない一般のお客様に全力で営業してください。その空き時間で普段は集客しづらい時間帯にホテルのお客様を笑顔にしてください。そう、美容ホテルの最大の利点は、一般的には営業時間外とされる時間帯に集客を見込めるということ。土地、建物は私が購入します。7億で検討しております。マンションを購入し改装いたします。コンパクトシティである福岡で成功事例を作り全国に仕掛けます。お願いしたいことは3つです。1つ目、改装費用としての5000万円のご出資をお願いいたします。2つ目が入ってくださるテナント様の選定を一緒にお願いしたいです。3つ目、毎月私に20分で結構です。報告相談する時間を毎月ください。何億も借金をするのが怖くないのかと言われると死ぬほど怖いです。だから今こうしてお話ししております。私は臆病者にしか越えられない壁を必ず越えてみせます。以上です。全国に美容ホテルを作りたい。そんな野崎さんのプレゼンに経営のプロ、虎たちの反応はいかに？ちょっと質問なんですけど、最初に口を開いたのは今回の企画の発起人、アースホールディングス代表取締役辻啓太。飲食店や美容室など
全国におよそ80店舗展開し、代表を務める企業サロンは現在キングコング西野さんに次ぐ日本第2位。これまで多くの出資を行ってきた彼は一体何を語るのか。7億円で購入するってことですかね。土地建物を購入して、僕ね、野崎が知ってるのホテルが3億円で1つ購入してるの知ってるんですけど、で7億円で購入します。でも多分おそらくそれって7億5000万って自分で出せるじゃないですか。だから今回言うのはお金を出した上でさらにこの仲間を巻き込みたいっていうイメージですよね。本当は全部自分でもできたんですけど、やっぱり内装とかにもやっぱり一緒にお話をしていただきたかったんですよね。でそのためで、やっぱりご趣旨からの方がより濃いお話を聞いていただけるのかなと思いました。そう、野崎さんは虎たちにあえて出資をしてもらい、虎たちのアドバイスを経営に生かそうと考えていたのです。するとここで虎から経営戦略のアドバイスが。株式会社アイダロ代表取締役浜田陽介、テレビ CM の制作やウェブコンサルなどさまざまなジャンルの映像を手掛け、その幅広い知識から見出される独自の切り口で新規事業を見極める敏腕経営者。夜の繁華街の近くでやると、その夜のお仕事の人とかも行きやすいかなと思っているのと、あとなんかギフト券にすると、要は男性が女性にお渡しできる、だ普段行かない人にも男性が、ね、プレゼントで、例えば奥さんとかに一泊二日で綺麗になっておいでとかっていう、そういうのをつけたらさらに、まあ、集客広がるのかなと思いました。はい、ありがとうございます。僕は、はい、面白いと思いましたし、テナントとかもしね、まあ、ある程度ブランディングかかったとこを入れないとね、意味がないと思うんで、そこは僕も協力できると思いますし、まあ、僕も、もし僕が入れてもらえれば入れたいですし、福岡だったら、はい、っていうのもあるんで、ちょっと煮詰めて話もう少し聞きたいなって、正式な数字面とかを聞きたいなって興味ありました。はい、正直に、はい、ありがとうございました。はい、残念ながら即出資とはなりませんでしたが、野崎さんのプレゼンは今回の発起人辻啓太の心をつかんだようだ。野崎さん、セカンドステージ進出です。こうして全候補者のプレゼンが終了。虎たちが今伝えたいこととは。なんかね、お話ししながら明日も喋れる自分になりたいって思ったりするんですね。やっぱり自分自身が成り立ってこそお話ができる。やっぱり企業サロンメンバーって頭も良くて意識も高いから会話力もあって、でも会話力っていうのが逆に今の自分を超えてしまうと逆に滑稽に映ってしまうっていうのもあると思うんで、自分自身がこう見られたいって思うのと現実の自分、ここら辺のバランスを考えながら起業していくことって考えたら、もっともっと自分がなんでだろうって思わないような形、結果につながっていくんじゃないかなって思ったりしました。私はその化粧品を作って、そして、店舗作りっていうか、まあ、店舗作りしてるところもありますし、商品を卸すってことをしてるんですが、今年で約2000件ぐらいになりました。まあ、その中で本当に女性がとても頑張ってるっていうのがありまして、女性を応援したいなっていうのももちろんあります。で最後 のホテル の野崎さんなんですけど、まあ、また啓太さんからちょっとそのエステとか美容の部分なんでお話を聞きたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。厳しいコメントもたくさんもらったと思うんですけども、またこの第2回とかがね開催されるのであれば、また今日のプレゼンの内容をさらにブラッシュアップして、もう一回挑戦されたらね、また次、初めて参加される方よりもずっと先を行ってると思うので、また挑戦してもらいたいなっていうのを思います。すごい本当にいい、僕らも多分勉強になったか刺激ももらえたので、本当にこういう素敵な場を作っていただいたこと本当ありがとうございました。次は僕ちょっと志願者でようかなみたいなこともちょっと思ったりして。あ、僕も思いました。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。僕からちょっとね最後に言いたいことは、
まあこういう機会があって、プレゼンの機会があって、なんか、まあ、僕やったらどうするかなっていうのを少し考えて、すごい、じゃあ僕やったらどうしてたかなって考えた時に、最初もちろん有田社長が言ったように、誰が こっちで来るかっていうのはリサーチとか、僕もインスタにちょこっと上げてたと思いますし、分かったと思うんで、そこでまあメッセージするので、僕はアドバンテージつくと思いますし、そこは人間力の勝負かなと思うのと、あとはまあ今日服装とかもスーツで着たりとか、まあ私服で着た人とかもバラバラやと思うんですけど、やっぱそこは僕やったらね、ネクタイピシッと締めて来たなっていうのは、僕やったらね、これは僕のエゴかもわかんないですけど、僕やったらそうやって行きます。僕ら銀行行く時もしっかりネクタイ、締めて、爽やかに僕は、カミプラクシー行ってるんで、なんかそういうところも、なんかサロンメンバーは他のオンラインサロンとかいろいろありますけど、やっぱ人間力の高い、質の高いサロンメンバーに見られたいっていうのも僕もあるんで、なんかそこは、最低限誰でも努力できるところだなって、僕は思ったんで、それで左右されるかわかんないんですけど、僕はなんかそういうところ見たいなと思って今日何も言わずに来たんで、皆さんも第2回あると思うんで、あとは有田社長が先ほど言った通り僕も響いたんですけど、やっぱり言葉が先に勝ってしまうとやっぱ僕はダメだと思うんで、いつも言うようにやっぱバックエンドを作らないと、すごい清サロンメンバー見てた純粋だったりとか、すごい言い方ばっかりいるんですけど、やっぱり若い子とかは夢を語っちゃう、綾田社長が言った通り笑われる夢もあると思うんですよ。本当に心から笑われる夢だってあると思うんですね。なんでまあ言葉の前にまずは自分のバックエンドとか存在をしっかり存在価値をつけて勝負するっていうのが、僕は人生で勝つ、そしてたくさんの人を巻き込める愛されるコツなのかなって、すごい思うんで、そこはなんかいい意味で勘違いせずに言葉を発しないと、今その言葉言ったらあかんよね君っていう言葉もあると思うんで、そこはしっかりと、胸に刻んで、第2回、前田社長、優子社長、山本社長、浜田社長に、僕はまた第2回も巻き込もうと思ってるんで、ぜひ皆様も、次はプレゼン側にねとかこっち側に、座っていただけるようなね、未来を、楽しみにしておりますんで、今日は一日長い間ですけど、ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。どうでした？今日やってみて。いや、めちゃめちゃ僕が勉強になりました。マジで。いや、もうやってよかったです、はい、これからもまあ第2回も第3回もやりたいなと思いますし、はい、素晴らしいですね本当に。多分これ見たらえぐくないですか。ここ1年で一番学びの時間になりました。ここからスターが生まれてくれればいいなと思います。